色鮮やかなバラを楽しむことができるバラ祭りが橿原市にある御房観音で開かれています。境内にはおよそ3800種類4000株のバラが栽培されていて、毎年春と秋にバラ祭りが開かれています。これは訪れた人の癒しの場になればと開いているものです。今年の春バラはここ10年ほどで最も育ちがよく、花つきもいいといい、今日も多くの人がバラの花を写真に収めるなど、境内でゆったりと過ごしていました。綺麗ね、いっぱいあって綺麗ね。あ、ちょっと近所に住んでるんですけど、遊びに来てくれたので一緒に御房観音に来ました。お散歩です。また来月23日までは開催中の提灯祭りと一緒に楽しむことができます。御房観音春のバラ祭りは来月30日まで開かれています。